ケータハムのワンベイクレース用に作られた最も純粋で過激な成分。英国編集部がサーキットで試乗しました。パワーウェイトレシオは 911GT3 に匹敵。これまでにないほど威圧的なブラックのケータハム7がトレーラーから降ろされる。興奮するとともに一末の恐怖も感じる。このケータハムには確かにこの色が一番似合うと思う。四角く。 フラットなテールがまず先に姿を現す。鮮やかなレッドに塗られた大きなロールケージがすぐに続く。A ボン車製のスリックタイヤがネバッとした光沢を放つ。磨かれた太いエグゾーストサイレンサーが陽光を反射する。フロントガラスはない。エンジンから伸びる4本のタコ足がサイレンサーへ導かれている。 フロントタイヤの上には小さなサイクルフェンダーが被さっている。ゼッケンは7番。数秒の時間をかけて今日の試乗者が姿を現した。妥協なしに作り上げられたケータハムセブ四4 2 0 r チャンピオンシップというレースカーだ。その姿からして忘れがたいインパクトがある。このシングルシーターのケータハムは現在販売されているセブンで最もパワフルな。 モデルではない。その栄光は 620R が保持している。スーパーチャージャーで下級される 314PS のモンスターはどんなスーパーカーにも立ち打ちできる。この 420R チャンピオンシップの最高出力は 177PS。放気筒エンジンは自然吸気のまま。それでも重さあたりの馬力、パワーウェイトレシオは 最新のポルシェ 911GT3 に匹敵するシーケンシャル MT にスリックタイヤ 420R チャンピオンシップはケーターハムのワンメイクレースに作られたサーキット専用マシンこのレースには4カテゴリーが存在するがその最上位用モデルにあたる 911GT3 とは直接戦うことはないだろうケーターハム 620R のように 行動を走るための放棄に準拠する必要もない。フロントガラスはなく、新製品だというタイヤには、溝も全く掘られていない。トランスミッションは、通常のモデルと異なり、サデブ社製の6足シーケンシャル MT。過去にも行動用のセブニエ、限定的に採用されたこともあるが、鋭いシフトアップと、素晴らしく、メカニカルな感触を味わわせてくれる。おそらく、 最も成功なデュアルクラッチ AT の感触をも超えると思う。そこからドディオン・アスクルに乗るタイタン車線リミテッドスリップデフへパワーが導かれる。エンジンはフォード車製の2.0リットル4気筒オーデュラテックユニットスリックタイヤのグリップ力とパワーを受け止めるため各部に補強が施され A 型フレームも剛性が高められている。サスペンションスプリングはアイバッハ車で ダンパーは、ビルシュタイン車製。サスペンションアームは、新設計のものになり、キャンバー角の調整が可能だという、420R チャンピオンシップに乗り込む方法は、ロールケージの上から体を落とすのが良い。シートというより、体が動かないようにするためのバケットに、腰をはめる。通常のケータハムより、背もたれが寝ている。エンジンの反応は敏感そのもの。正直言って、 ドライビングシートは窮屈。目線は、クイックリリースボスのついた桃車製。ステアリングホイールリムの上をかすめるほど低い。背の高いトランスミッショントンネルにも、一切のパッドがない。縁石の段差に乗り上げると、跳ねるような振動で腰骨に衝撃が加わることを、後で思い知ることになる。走るのは、英国西部のスランドウサーキット。余分なものが剥ぎ取られた。 セブ四4 2 0 r のエンジンをピットレーンでスタートさせるとエグゾーストノートが充満するステアリングホイールはコンクリートのように重い LSD がガタガタと音を立てるアクセルペダルに対するエンジンの反応は敏感そのもの上質なガソリンがダンクを満たしているのだろう燃料系はないもののサーキット走行では45分で燃やしきるらしい 行動用のケータハム 420R ですら、装備が豪華で居心地が良かったと思わせる。それよりスパルタンな車となると、実際のところ、相当な我慢が求められる。香水にしたら、まずはタイヤを温めなければならない。かなりのペースで走り込んで、冷え切ったゴムの温度が、 ようやく上昇してくる、ケータハムチャンピオンシップシリーズでの優勝経験も持つ、豊富な知識を持った今日のサポートクルーの一人、ジョン・バーン氏ですら温めるのが大変だったと話していた。なるほど、この続きは後編にて、